はい、こんにちは。今回もね、こちらです。これも実話になりました。ピカチュウカーです。今はピカチュウカードリームトミカで出てるんでね、もうこちらなくなったんですけど、ちょっと残念な話になると、ここがちょっと塗装がね、落ちてしまいました。ちょっと保管をしてた時ですね、まあ、台風の被害に遭ってしまいまして、で大変なことになってしまいましたね。でそれでなんとか救助できたんですが、まあご覧のような感じになってしまって、ちょっと残念だったなって感じになってしまったんですけども、まあ災害ってのはこれはもう防ぎようがないですからね。堤防かなんかあればね、家の近くに堤防かなんかあればいいけど、そういうわけにもいかないんでね。だからまあなかなか大変なんですよ。だからまあね、いろんなところ、うちもいろんなうちがあるけど、保管するっていうのもなかなか大変な感じでございますけどね。まあ今回はこういうふうにピカチュウカー出してきたんですが、まあこれもまだ箱なんかもそうですね、まだトミー時代のものですね。今ではもうこれも希少ですね。まあこういったのって何回も言うんですけど、最初はね、売ってる時はたくさん売ってるからと思う。ところがこれが製造中止になった途端に人気がぐんと上がったりするものですから、まあなかなか手に入らなくなるんですね。でこれもベースはイースト、これは初代はイーストですね。で2代目のピカチュウカーは、あれは確かポルテだったかな、が、ベースになっております。これはイーストで、で実際これあるんですかって言ったら、実際あったんですね。でイベントとかにこう活躍していたり、あるいはまあトヨペット店ですかね、そこでこうトヨタのお店の中でも、もちろんこれ、まあ元々トヨタの車だから、まあそれで展示されていたりとか、してたみたいです。ただ実際にこれが道路を走れんのかっていうと、ちょっと実際に走れるのはきついんじゃないかな、実際道路を走れないんじゃないかなと思うんです。あれ実際道路を走れるんですよ、特別なある意味許可がないとね、できないと思うんで、まあなかなかこれはね、実際はするんだけど道路を走れませんみたいな。でもなかなかこういう夢のある車を作るっていうのはいいですよね。でそれをこうトミカが見つけてくるって、トミカこういうの作るの本当得意なんだよね、あのメーカーね。でこういうものできて、こういうふうにね、内装なんかも非常によくできてね、ポケモンって書いてあっていいですね。もうポケモンもかれこれ、もうピカチュウ出てもうかれこれ20年経つんですね。ということはもうピカチュウもお兄ちゃんですね。もうピカチュウもお兄ちゃんだったってことですよ。早いもんだね、だって20年経ってんだもんね。もうピカチュウが下手したらもう大学生だよね。ね、早いもんだね。まあそういうわけでね、でもサトシはずっとあの世界にしたやつずっと変わんないからね、ずっとサトシは小学生のまんまです。ただ最近サトシなんか女の人、ちょっとお姉疑惑というかね、なんか女になったんじゃねみたいな、なんかその傾向がちょっと出てきちゃってるっていう感じでね。まあサトシもいろいろ悩んでるんでしょうね。まあ結構ね、まあそういう風になってきておりますけども、まああれですよ、まあ、昔のポケモンの方が良かったって人も多くいるし、私も確かに昔のポケモンの方が良かったかもしれないね。今思い出すと確かに昔のポケモンの一番初期の頃のポケモンってさ、どうやっていろんなポケモンと戦ったり仲間になったりしながらね、仲間を助けていくかとか、その絆っていうかね、でそれでライバルに対してもそのなんていうの、絆っていうか、そういうものを持っていくというかね、人情味を持っていくというか、そういうところがあって非常に良かったんですけどね、初期のポケモンとかってのはね。まあなかなかポケモンでいいですね。これが流行った時はすごかったな。もうゲームソフトなんかあっという間に売り切れちゃってね、なかなか手に入らないような状況が続いててね。今で言う、そうだね、今はちょっとそれほどでもなくなったけど、まあ妖怪ウォッチみたいな、まあそんなような感じかもしれないですね。でもまあ妖怪ウォッチはさすがにポケモンには勝てないですよ。ポケモンの方が圧倒的に多いですからね。でその間、そのうちに今度デジモンとかって出てきたけど、あれも結局一時流行ったけど、今全然聞かれなくなっちゃったね、残念ながらね。ただ最近なんかデジモンもデジモンで、なんか東京の中野だかなんか行ったら、今年行ったらなんか何かのイベントみたいなのをやる
広告なんかありましたね。だからデジモンもなんかのイベントかなんかやって、それで、あ、未だデジモンってあるんだと思ってね、ある意味びっくりして、それ同時に感動もありましたけど、なかなか良かったですね。というわけで、どうもありがとうございました。